はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、ユニコーンガンダム使っていこう。で、俺さ、ガチャをさ、プライベートでガチャをさ、なんかうえーって引いてたら出ました出たわ。普通に1回引いたら1回で出たわ。 1% のやつユニコーンガンダム出ちゃったんで、まあ、使っていこうか。いや、これちょっと、まあ、試運転というか、さっきさ、新百式ちょっとだけ潜ったんだけど、めちゃくちゃ強えわ。もう多分これ本当に環境最強って言ってもいいぐらい、もうそれ、まあ、公認というか言ってもいいなっていう感じ。まあ環境最強って言っちゃっていいぐらいめちゃくちゃ強いと。まあ L 字持ってる、回復力も持ってる、無効貫通プラス10強 FU、 あ、ボイスこれで、ボイスがいいねこれあれじゃないんだ、あのよく有名なやつ、あのユニコーンじゃないんだ。あれは違うのかな。あれ、もうごめんね、なんか薄い知識、もう浅はかな知識しかないんだけど、まあこれ2ターンで上限値85億、いや高いね、上限値も。で、火光回復骨生成、いやこのスキルも強えな。2ターンに1回、もうループでするって感じ。2体でループする。リーダースキルが半減全パラ 2.5倍、まあ全パラ5倍耐久倍率があってっていう感じ。4加3固定あって20倍で 22.5倍だから50倍か。50倍出せるんか、めちゃくちゃ強いな。合ってるね。でこれさ、武器も強くて、武器もさ、正直ユニコーンガンダム使わなくなった、まあ、環境がこう変わっていって使われなくなりましたってなったら、もう全然武器で使えるわ。正直武器でめっちゃ長生きしそう。正直この武器が本体な説あるなもう武器が強すぎる、まあ、これ長生きすんな。これほんと長生きしそうな感じする。で今日は新百式やっていこう。まあ勝てるかな、まあ勝てるっしょ楽観的主義で、ユニコーンガンダムに武器リクトね。リクトは、チーム HP と無効貫通とドロ強、まあ、ドロ強ちょっと4つ持ってるし、なんか強いと思って持ってきた。無効貫通武器で持ってきたで、耐性と危機軽減ね、強力欲しいね。でこのローレンスこれがね強くて、俺まああのあれ持ってねえんだよな。なんかいいキャラいい光属性でなんかいいキャラ持ってなくて、これで使ってる。逆にまあこっちが強いかって感じ。これがね、盤面76にできて軽減が持ってる、一旦軽減できるんだ。これであの2階層のドゥバルとかそこら辺の 500% 割合を耐えていこうっていう戦法ね。で76もできるし、54盤面の対策できるし強い、まあ、吸収もあるしいいねっていう。でスキルブーストプラスも7個持って7個にできるし、で L 字も持ってるね。これで結構軽減倍率高くなるんで強いと。でフランキーはマシンタイプ不要と雲帯で2ターンチャージ持ってきたっていう感じかな。ローレンスの武器って何？ローレンスの武器って、強いじゃんめっちゃ強いじゃんローレンスの武器。欲しいんだけど、こっちは作ってんだけど。でこのクスイガンダムだっけ、この子はマジでマジで強い。耐性振った、経験振った。でこのクラウスはスキムプラスを暗闇耐性で持ってきたっていう。でこのね、覚醒スキルだけ見ても相当ぶっ壊れてる感じがする。チーム HP 10% 分アップするの、これでかいね。これ相当でかいわ。で3ターンで吸収が打てますと、上限値も解放できますと。いや素晴らしい、このキャラ交換できるしね。でこのホワイトベーススキブプラス、マキマさんのコート、すごい、ホワイトベースがマキマさんのコート羽織ってる羽織ってキモいな、キモくはないか。でまあ耐性、毒耐性、当時の耐性、これまあ強いね、普通に強えわ。スキルも2ターンチャージ、まあ、耐性を盛りたかったんで持ってきたっていう感じで、ここ本当はね、回復強化プラスとかを4つ振った方がいいかもしれない。で今回これね、このキャラがもうキーパーソンじゃねえな、人じゃねえからな、キーモンスターね。これがめっちゃ強い、まあ、ルーレットとあれかな、操作時間ね、操作時間を確保できると、で10ターンで確保できると、素晴らしい。これでこの武器も素晴らしいビームジャブリン、ダリルバルデの武器、マシンタイプ不要とスキブ10強、回復も漏れると。この武器はマジで強いわもうこれ終わってるわ。ちょっと強さがもう乾燥してる。これ
多分10強武器の中でもトップクラスに強いよこれ。いやガンダムはね武器が強いわ。正直ガンダムコラボって本体もバカ強いけど武器も相当強いと思っちゃう。で回復をつけてくださってるフレンドさんね。フレンドさんはこの武器なんだ、雪ミクか。10強で泥強もある、いいですね。でぶっちげ HP ね。 OK、 やっていこう。うわ楽しみ、使うの1回そうで、これアグリゲートね。まあ初手打とうか。初手打ってと、この現象って活気するかな、足りるかな、チャージ。アグリゲート2、あれしようか、あのモーションカット演出、カットイン演出をオンにして、まあフランキューとか、フランキュー打つで、これ2ターンチャージ打つで、クスイ、これが強いね。マジで新着式のために作られた感じあるね、これ。覚醒向こう、音さんって感じあるじゃん。で、解除。あ、溜まった、OK。チャージしていこう。これ打っていこう。3ターンヘイスト。なんか溜まってんのかな ?OK、いいか。行こう。で、アグリゲート打つと。で、これアグリゲート打って、指延長して、OK。で、これもどうか。あ、2ターンか、そっか。じゃあ、これ、正直ここでやる、あんまりさ、あれする必要ねえから、毒が怖いかな毒怖いか。これでまぁちょっとさ、耐久しようか。一旦ぐらい耐久しようか。まぁ、あ、ちまちま耐久して。まあ、毒吸っちゃったけど、いいでしょう、これで。OK。で、耐久して、あ、全然耐久可能。楽勝すぎ耐久。で、ここちょっとあれか。まあ、火光組めば、4消しとかすれば、一旦耐久してな。ちょっとまあ削ってもいいか、削ってみてもいいか、若干削ってみてもいいか、若干削りましてと。 OK、 たこ焼きもあるね。ローレンスね、たこ焼き持ってんっていうのも強いね。でちょっと削れてまあたまると。 OK、 ここからちょっと無効貫通していこうか。じゃあこれ打とう。 OK、 おかっこいいねモーションで。ここあれかな、ルーレットがね、ちょっとアグリゲートってさ、なんかルーレット相性悪くねえと思ってるんだけど、まあ、非回復を作るからって感じか。上限値も解放するしっていう感じか。じゃあ光もらって、光もらって、OK。これであと L 字組む。これでいいんだ。これでいいのだ、つって。これでいこう。まあ、待って。つながっちゃったわ。テヘベロ。で、倒せる。あ、でも85億。強っ。強すぎ。で、2回走。OK。ここの 500% 割合耐えていこう、これで。やんやん、溜まっちゃう。待って。溜まっちゃうな、これ。あ、よかった。で、これ、まあ、覚醒向こう解きました。解きたものして。で、まあ、これもどうか。落とす、打って。で、あ、ここで打とうか。ここで打とう。どっちみち打つか。どっちみちこれ打つか。で、これ打って。ここで倒していこう。まあ、とにかく目標というかね、パズルの目標は L 字でかな、回復 L 字、回復の L 字で OK だと思ってる。まあ、こんなんでいいでしょう。こうか、危ね、そこ光になったら OK、 これで、まあ、こんなんでいいでしょうこんなんで倒せるでしょ。で OK、 全回復、まあ、4ターン回復、どうだ、これで削れて L 字も組んでるんで耐久値が上がって500%割、あ、いい、あ、そうか、こいつじゃないんか、あれだ、デュバルだ、確かデュバルだっけ、デュバルがやってくるんだっけ、500%、まあ、そこの対策欲しかったっていう感じで、これはマジでこんなんでいいんだマジでこんなんでいい。あ、でも回復4消し欲しいか、若干4消し欲しいか。うわー、追撃、これでいいねカンスティュー、勝てるぞこれ、マジで勝てる。十字はホワイトベース強い、 あるね、65万あるここから半減半減4倍あるから、まあ、耐久値大体何本、星20の6死に260万ぐらいはあるのか HP で、これ打って、これ闇、光闇、あ、じゃあ打とうか、これワンパンしていこう、しっかりワンパンしていこう。で、あれ組んで、これ組んで、こうして、まあ、たこ焼きも組ませてな、まあこれでいいでしょう。こうかな。OK。これでいこう。光にもっと光なの。OK。これで、これでいいと。これで回復時もいっぱい組んで、
あ、従事したかった、従事したかった。で倒せる。いや強マジで強いわ。終わってんなこの編成。編成というか強すぎない。あー溜まってないか。54になってもまあ正直ねあんまりあれかな、まあ差し支えないというか。でこれ、まあ、これで生成できるし強いやマジでこれ普段使おっかしら、普段使おっかな、このユニコーンガンダムめっちゃ強いぞこれ。ちょっとこんな感じで、あ、ゾウさん消しになった。ヒドロップがゾウさんの鼻みたいになった。純ゾウ消しね、純ゾウ消し。うーんまあいいでしょう。あ、ちょっとこれさ従事しよう、従事しようか、従事していこう。OK、うん、これで従事して、うーん回復欲しいか。十字が光か。 OK、 光持っとこうな。火これ持っとこうか。これ持って回復、回復 OK、 これでいこう、こうかな、これでいこう。いいんじゃない、いいんじゃない、いいね、いいね、楽しい。十字が借金、うん、OK、 これで、あー待って倒した、いいね。あ、でローレンス溜まった、うとうとと打って、吸収はこれ薬があるし、薬があるし、でこれ打って突破していこう。快適すぎ、本当に強い。今ほーってなっちゃったけど、あの感動しすぎて、こうでちょっと、ん、若干むずいかなパズル、若干ね。こうかな、こう、これ光っぽいな、光的な感じがする。 OK、 これまあいっか、これでいっか、まあ、これでいいんじゃない、これで適当パズルね。 OK、 で回復もしっかり。全パラ強化やっぱ強えな、伊達じゃねえな、伊達じゃねえ。で倒していいよいいよいいよ、5階層ラブリーナイフ来た。光半減か、やばくね。キャンドルハート、キャンドルジュン、キャンドルジュンの奥さんかな、この人で、これ打って、で、うーんこれさちょっとトゲ怖いな、トゲちょっと怖い。ちょっとこれ指延長したかった、ミスった。9秒か、ちょっとこれあれやな、これしようか、こうしようか。ちょっと若干たこ焼きとかでしとこうよ、しとこうな、これでいこう、これでしとこうか。ちょっとなんか実況が今なんか変だな、ちょっとあたふたしてるあたふたしてる。で削れていいよ、超女神の桃に、超女神ギャルか。で10コンボキャンドルファイヤー、オッケー。うわー待ったと思ったけど、これ打とうか、これ打って、EV 延長して、まあこれも打って、まあこれ打てるし打とうか、これ打とうか、回復力アップ打とうか、打っちゃっていいね、いいね、打とうか。でも倒せるなら倒して、倒せるなら倒していこう。 LG たこ焼き、光にしようか、こうしようか。あ待って、どうしたらいい、どうしたらいい、こうか、こうかな、こうか、オッケー、こうか。それ光になったら OK、 いいね、いいよいいよ、これで、でたこ焼きプラス無効貫通で L 字、勝てるねこれ多分、おそらく分かんないけど。うわー待って、見残しになっちゃった。これはちょっと革命起きてる、俺の中で、俺の中で革命起きてる、これ待って、本当にこれ強い。L 字してこんなんでいいと、こんなんでいいと、 OK、 これで、いや全パラ 2.5 強すぎない、これ回復5消しでめっちゃ回復するんだけど、強っ何これ、何これ、パズドラ始まってんじゃんこれ。でドラゴンキラス3名、マシン攻撃でした、ドラゴンキラスは。吸収もしっかり、あの半減もこれ耐えて、あー一旦これ半減か、どうしたらいい、ちょっと一旦待つか、待つこする、一旦待つこする、一旦待つこした方がいいかなこれ、まあ、色も少ねえしな、色も少ねえし、4消しして、まあ、ちょっと一応なんか光、火の向こう感じする、できなかったできなかったちょっと待って、これでまあこれで OK かな、また適当に組んでこう、適当に組んで、適当に OK、 これでまあたこ焼き入ったけど、まあそんなもんだよな、 OK、 まあ、ちょっと削れんのか、ちょっと削れんのか、あマジか、マジかっつって、洗剤の CM だけど。でこれ打って、うん、ちょっとこれ打ってみようか、薬で合ってるよね。でこれ3ターンに1回打てるしな、正直なところ3ターンに1回打てるし、あんまりあれかもしんない、
絞る必要ないかもしれない。光分割して、光じゃねえか、いやわかんねえわ、わかんねえ、こうかこうか、ちょっとなんでパニックなんだけど日の丸弁当なっちゃった、日の丸弁当じゃんこれで、倒していこう、いける、あーいいっすね、軽減半減半減あるし耐えれるかな、耐えれるでしょう、7階層粉砕玉砕大喝采きた、ネプチューンね、名倉の方か、名倉の方だっけ、名倉じゃない方だっけ、向こうね、危ない危ない、軽減葉っぱ欲しいね、でこれ打って、でこれ打ちまして、 OK、 うーんここでちょっと無効貫通というかあれしてえな、あ無理かな、ちょっと無理っぽいね、諦めよう、諦めも肝心と、これでまあちょっとさ、うーん回復したかったな、ちょっとまあいいでしょ、これで回復頑張って回復頑張って、あーいい落ち込んきた、ちょっとまあ色が多いときにさ、色がちょっといっぱいあるときにさ、あれしようぜ、無効貫通しよう、耐久持ちも高いね、でこれ打って、でこれいけそうやな、いや待って、これちょっと頑張ろう、俺頑張るわ、色指が長いぞシャンクス、これでいやちょっと4消すか、そうねそうね、4消しよう、これでまあちょっとこれでいこうこれでまあ4消し、一応まあ4消しで耐えれるはず、耐えれるはず、あーあんまりいらんかな4消し、もうわかんねえ、もうちょっとめっちゃ削んなめっちゃ削んな、おめえめっちゃ削んなって、雷じゃ雷になっちゃうな、匠くんになっちゃうな、でこれいいな、危ねえ危ねえ、ガチで危ねえ、待って今危なちょっと待って、うわトゲ嫌だな、ちょっとこれさ、これトゲ持ち回り込む回り込むで回復 OK、 これちょっと2セットか、2セット組もう OK、 これでちょっとまあ L 字が欲しいかな、やっぱこれちょっとこの子ロックオン、あーどっちもいいか、あ削れんな、耐久できます、素晴らしい、でこれ打って、いやトゲちょっとあ3つかマングローブか、マングローブあるからちょっと気をつけながら、若干気をつけながら、うまうまオッケー、これでいいでしょ、これでいいか、ボス来た、難なくボス来た、ちょっと水飲むわ、うわスノごめんなさいスノ俺が出ちゃった、スノ水飲んでる時のスノ俺が出ちゃった、で全部弾いて OK、 でこれさ、もしかしたらこれ打ってみて、これ光増えんのか、これさ光増えるんじゃね、あ増えねえ全然増えねえ、でこれ打つとまあ盤面がいっぱいになるといいですね、でこれは、まあ、必ずね、必ずあれしよう、L 字回復 L 字、まあ、こんなもんかな、ちょっとこれあ待って危ない、これまあ無理しない、あんまり無理しない無理しない、これであわよくば光落ち込む来ないか、うんーまあそんなもんですか、まあいいでしょう、やべえ、あうわやべえと思ったけどちげえわアグリゲートパズルだったら、アグリゲートリーダーだったら、ちょっとでこれ打って、でまあこのルーレットは難しい、もう本当にもう難しいものは難しいと言っておこう、難しいものには難しいってちゃんと伝えるべき、これでうーんこれちょっと刺さった、うーんこうかな、これでまあいいでしょうこれで OKOK で回復レジもちゃんとしっかり組んでるんで、濃厚あるよ、濃厚あるよっつってカグラちゃんになったけど、濃厚あるよ、これあれだな、ローレンスだったら耐えれたな、マジか、うわ悔しい、ローレンスあったら耐えれたないよこれ、うわコンテスよ、視聴コンテスよ、また音消えたわ、でこれ打って
おそらくというか俺情報2なんだけど、このダメージこれでいこうか、こうしようか、これでいいか。このダメージ、この白蓮光、第一形態の白蓮光の半分時ダメージが一番でかい、新百式の中で一番でかいっていうのは知ってるんで。で、これ光にした方がいいね。このあれ、向こう副属性。そうね、そうだ。これ向こう貫通、そうだよな。そうだよね、これこうなっちゃうもんな。そっか、こうでどうすか。これでこうですか。これでコンボ現象だ。8910、ナイス。ナイス。で倒していいね。でこれもまあワンパンできるのかな。ケージシールドワンパンできるんかな。ワンパンできる、これシールド。ボルケのバリアで、これも耐久は？は？え？これ耐久できないの？嘘でるしょ？え？嘘だろ？耐久できないのこれ？非軽減が足んないか？え、なんで？回復レジ来んだよな。マジで？マジでもう一回コンテしよう。なんか俺最近負けすぎじゃない？なんか負けイコール順増じゃん。順増イコール負けじゃん、これ。やめて、それ。そういうレッテル貼るのやめて。で、これ、ルーレット作ろうか。ルーレット作っていこう。で、これさ、やばいかな。これやばいかな。何がやばいってさ、もうすぐアグリゲートちゃんのあれが消える。あれがなくなる。上限値。これで削れてくれ、頼む、削れてくれ、倒せ。いいねでもだと7ターンだ。まあこれ敵言うとか、これを敵に打っていこう。薬ガンダムでこれ打って、ちょっとむずいね。ここ組みやすいな。これこうして、やべえ、めっちゃ刺さってる。これこうで、ここ OK、 うまい。これでいやー、足りて、回復力足りてばるで、いやー待って、減少だった、コンボ減少だった、マジっすか。いやーこれきついな。これ打とうか。これ打ってさ、ローレンス打って、これ打とうか。 OK、 これって76にして、まあ、ちょっと痛い。これでちょっといっぱいもらって、結構足りてんだよな、多分ね。これ足りてるわ。あれ、これ回復にしようか、なんとなく。あ、まあ4ゲシしたらよかったけど、まあいいや。判断力がばってんな、がわりすぎてんな。これで OK、 これで倒せる。よっしゃー、倒して、あと5ターンしかねえ、アグリゲート。マジか。これ打とうか。癖打ってさ、ゴリッと削っていこう。これ打って、これも打っちゃおう。打っちゃおう。これ打っちゃって、で、トゲ持とうか、トゲ持ちの順増。で、待って、足んないって。ちょっと待って、嘘でしょ。いつの間にルーレットを書き消された、これ。マジか、ルーレットなんか終わってんだけど、違うルーレットになってる。違う人になってる。なんか違う人入ってきた。やっぱ無効貫通組まねえと話なんねえか、これ。で、これアグリ打って。やべえな、アグリがもう終わっちゃうな、これ。これ打って、オッケー。うわ、いい盤面。素晴らしい盤面。これでオッケーかな、痒くなったら。完璧。で、これで、2ターン突破が理想。本当にここはもう2ターン突破だ。倒せ。よし、倒して。やっぱ、視聴コンテ神やね。視聴コンテ神すぎんな、本当に。溜まっちゃうな。溜まってもいいか、これ。
覚醒向こう飛んでこないよね、確か飛んでこないよね飛んでこないよですよね。これも出落ちてえな。最大 HP2 倍ちょっとこのどうなんだろう、歌ってもいいか、歌んでもいいというか、まあ、これまあ保留でいいか、保留でいいか。いやちょっとこれマジで緊張はしないけど、本当にこれ勝てんのって感じ、ちょっと疑心暗鬼よ、正直疑心暗鬼。これでまあ、いやーコンボ現象だ、9、10、 OK、 ナイス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 、よっしゃ、はぁはぁはぁ